どうもマンション評論家のマンションマイヤーでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは池袋西口側のプラウドギャラリーでございます。本日はこちらプラウドシーナ町ガーデンテラス案内を受けたいと思います。はい、見学してまいりました。これは買いですね。建設周辺レポートですね、別途上げておりますので、そちらはこちらの動画の概要欄に貼り付けております。合わせてご覧いただければ幸いでございます。で、椎名町ですね、この池袋駅に寄り添えるということで、今私は西口側にいるんですけども、どうしても池袋ですね、東口と西口ですね、やや分断された感はあるんですが、将来的にはですね、デッキでですね、もっと行き来しやすくなるということで、ね、こちらの西口も開発が入っていきますので、まあ、今はやっぱ客観的に見ると東側の方がイメージはいいですけども、将来的には西口がこう追いついてくるんじゃないかなっていうところでございます。ということで店舗戻ってまいりました。いただいた資料を見つつですね、ファーストインプレッションいきたいと思います。まず立地面なんですけども、椎名町駅から徒歩7分、落合南長崎駅徒歩11分ということでですね、2路線利用ができます。西武池袋線と都営大江戸線です。で、この開発が進む池袋駅周辺に寄り添いつつですね、住まいは静かなところいいなと思う方には合ってきます。まあ、ただこの辺静かがゆえにですね、まあ、ちょっと飛行機時間帯によってはですね、音も気になりがちかなとは思います。外観デザインはですね、前回素敵ですよとお伝えしたんですけども、公式ホームページではわからなかったこの共用廊下部分ですね、外廊下ではあるんですけども、まあ屋内廊下風になってまして、玄関部分ですね、しっかり奥めてるんですけども、この玄関周りもですね、塗装にしてくれてるんですよ。しかもメーターボックスをですね、よく中央部分にステンレスのハンドルあると思うんですけど、あれも下に隠してくれております。外見だけじゃなくて、この中側もしっかりとした作り込みになっておりました。モデルルームはですね、 E タイプ 70.03 平米の 3LDK を 2LDK プラス拡張電にしたものです。で、この拡張電のいいところはですね、ビルトインエアコンがついてくるんですよ。こちらが拡張電のですね、モデルの写真ですけども、このクローゼットの上がビルトインエアコンになってます。で、この中において、電をですね、設置してくるマンションは増えてきたんですけども、エアコン設置できる電っていうのはですね、まだまだ少ないのが現状なんですよね。そんな中でただのエアコンではなくて、ビルトインでこうやってくれたっていうのは非常に嬉しいですね。拡張電とすることで、電としてもですね、程よい広さにできますし、これをそのままの洋室のまま電にするよりかは、やはりこのリビングも拡張できるので、まあいいとこ取りってとこですよね。2LDK プラス電ではなくて、2LDK プラス拡張電っていうのは、これ非常にもう個人的にハマりました。で、エアコンに関してはですね、このビルトインだけじゃなくて、全室にですね、ついてきます。そして今回頑張ってたのがサッシ高です。これ嬉しかったですよ。今回板間なんですけども、2100です。1階と5階は2200になります。いやー、タワーマンションでも2100があるぐらいですので、板間の中では頑張ってます。ここ注目ですよ。で、さらに細かい部分なんですけども、このバルコニーの排水のこの溝が通常であればただポコーンってこう端で落ちてるだけなんですよね。で、そこで排水管のところにこう持っていくってとこなんですけど、今回はですね、こちらステンレスのピットカバーつけてくれてるんですよ。これもまたいいですね。見た目もいいですし、まあ、バルコニー自体はですね、避難ハッチ含めるとやはり狭いんですけども、狭いからこそこの水をちゃんと隠してくれて、この有効面積をですね、広く取ってくれてるっていうのは、これ非常にいいですね。そして南のこの突き出した洋室のところには、ホスクリーンをですね、持ってきてくれております。で、今回クランクインの間取りが多くてですね、玄関周りの収納を非常に豊かなものとしてくれております。その代わり主寝室のですね、収納がやや少なめのですね、間取りも多くなっております。まあ、この玄関のですね、シューズインクロークめちゃくちゃ広いです。これ角なら2枚分ですからね。そしてこのクランクインの形状を生かした難度部分ですね。なので間取りにもよりますけども、この E タイプのですね、拡張電した場合は玄関周りの収納はすっ
ごく充実してます。ただ教室のそれぞれの収納はですね、少なめですといったところです。拡張電にすると、まあ実際部屋一応3つですね設けて、まあ正確には 2.5 ですけども、でリビングダイニングを約15畳にできるっていいですね。70平米で15畳って言うと、もう完全に2LDK とかにすれば別ですけども、一応部屋3つっていうところで15畳はこれ非常に大きいですね。まあ、通常プランだと、まあ、11.8 畳ということで、まあ、70平米の一般的なリビングダイニングですね、畳数になります。まあ、お子様4人だったら、まあ、通常プランの方がって感じですけどもね。まあ、お子様1人だったりディンクスさんだったら、この 2LDK のですね拡張電ってのは面白いんじゃないかなと思います。そして拡張電で感動したのはビルトインエアコンだけじゃないんです。これですよ。亀戸クロスでもですね、洋室のとこ使ってましたけども、1枚扉がこれめちゃくちゃでかいんですよ。こちらがですね、拡張電の引き戸ですね、開いた状態なんですけども、閉じるとこんな感じです。これ1枚ですからね、1枚扉ですよ。すっごくでかいです。あとクローゼットの中もですね、しっかりと面材合わせにしてくれてたのが良かったですね。この辺も質感高めです。設備仕様に関しては、まあ、ディスポーザーないのは残念ですね。まあまあまあ、戸建て派の方が主に気に入るようなですね、リッチマンションですので、まあ、ディスポーザーがないから売れ行きがどうこうっていうのは絶対ならないんですけども、個人的にはもうこう永住志向のマンションなので、ディスポーザーついてたら嬉しかったかなと思いますけど、まあ、なかなか処理層が難しかったのかなと思います。ただ全体的には質感高めとなってます。キッチンテンバーですね、ちゃんと天然石になってます。洗面の三面鏡はこちらですね、ちゃんと釜地がついてまして、中ですねしっかりとコンセントがあります。これモデルルームでぜひチェックいただきたいんですけども、他のマンション見に行った時にこの三面鏡開けた時に中にコンセントない物件も結構多いです。プラウド以外見に行った時はですね、要チェックってとこでございます。これ本当意外と多いんですよ。三面鏡の裏にコンセントがないっていうのも結構多いです。あった方が絶対便利です。うちもありますけどやっぱり使います。あと私もこれ好きですね、アルミメッシュトレーですね。これは洗って取り外せます。うちはここになんかリステリンとか置いてますね。でたまに液とか漏れるんですけど、これもトレー外せるんですぐ洗えるってものです。浴室はしっかりとダウンライトになってます。そして今回はお掃除浴槽に床ワイパーもついております。ミストサウナもついてますし、浴室扉タオルですねダブルバーになってますし、トイレ手洗いカウンターありで全自動お掃除トイレと、可動式のルーバー面格子に玄関前カメラ付きインターホン、さらにはですねエレベーターですね、セキュリティ入れてくれております。ノンタッチキーです。全体的にですね、質感高めでございました。構造はですね、20か20天井で、床スラブ240から270で結構厚めですね。で、基本点が2500で、差し高が2100と。で、1階と5階は2200っていうところですね。構造面も頑張ってるなっていうところでございます。まあ、管理費はですね、平米単価月額約385円ということで、まあ、ディスポーザーないんですけども、小規模なりに重たくはなってますね。ただまあ、駐車場がすべて平置き6角なので、そこの修繕っていう部分ではですね、負担を抑えてくれています。今回平均坪単価約410万円ということで、420ぐらいで予想したので、ほぼほぼ当たったかなっていうところですね。まあ、思ったより若干安かったかなっていうところで良かったです。総評となります。まあ、繰り返しになりますけども、池袋に寄り添いつつも、静かな住環境を得たいという方、そして低層マンションがお好きな方にとても合ってきます。では、公式ホームページ見てもですね、やっぱ池袋推し感が強いなっていう感じるかと思うんですけど、まあそういった新築マンションが多いわけですけども、それだけ池袋の進化に期待ができるということで、実際にですね、池袋あたりの価格高騰してますよね。で西口側も開発が入りますから、まあ、公文社跡地のブリリアタワー池袋ウエストもお高いでしょうね。で、その記事昨年の9月にアップしてるんですけども、その昨年の9月公開した記事では坪単価450万円ぐらいになったらいいですねって予想してたんですけど、今の相場でその単価ってなっちゃうともう割安感出まくりなので、もっと高くなるとは思います。で、参考までに昨年9月と今時点の相場比較するとですね、金目町が昨年320だったのが今390まで来てます。で、東池袋
が昨年420だったのが今540まで来てます。これ同じ条件で比較してます。それでも急激にこう伸びているのがわかるかなと。で、まあどこが天井なのか将来どうなるかっていうのはわからないんですけども、これだけ評価が高まっている町のすぐ近くの椎名町で良質な新築マンションが坪単価で410なら、まあ割高感ないことは一目瞭然かなと。だからもちろん椎名町物件ですので、まあ金目町や池袋よりお安くなくては、これはおかしな話ではあるんですけども、金目町の、まあ、住み府ではありますけども、シティハウス西池袋がですね、坪単価460万円ほどですので、まあ、そこから1割お安いってなれば、まあ、繰り返しになりますけども、割高感はないかなと。で、今回 2LDK で60平米超、3LDK で70平米超、で、プラスアルファでロフト付き住戸を設けるなどして、まあ、全体的になんか事業としてのゆとりが感じられるなーっていうところです。あれだけこだわって坪単価410万円に抑えられているということで、まあおそらく土地取得費も現実的だったんじゃないかなと。で、これは改善にとっても確実にプラス要素です。事業としてゆとりがあると、まあ土地取得費が高すぎて苦しい計画ではないっていう意味です。だからこそ平均占有面積にゆとりがありつつもスペックも高められると。でもタラタラと販売するんではなくて、まあある程度短期戦を目標とした価格設定かなって見受けられますので、まあ、新築マンションに割高感がないということで、まあ安心しておすすめすることができます。で、低層階に関しては70平米超えてても8000万切りだったり8000万ちょっとの部屋もありますので、まあ、ご予算8000で探している中で、できる限り池袋だったりとか、こう山手線に寄りたいっていう方にも合ってきますので、平均としたら400超えているんですけども、300、780がご予算感の人にもですね、ハマってくる部屋がありますので、まあもちろんマンション全体で見れば、できるだけ上を買っておいた方がですね、エリア柄いいかなと。まあ、長く住む方が多いので。ただどうしても上に行くと9000万はしますので、そこじゃなくてやっぱ8000で買いたいっていうところで、部屋1さえ飲めるんであれば、かなり都心のこの山手線に寄れる坪400のマンションで、その下の方は300、780ですので、8000万円をご予算として検討されているファミリー層もですね、要チェックだなというふうに感じました。まあどうしてもスケールメリットがないので、毎月の維持費っていうところで、まあ坪単価ではなくて毎月の支払いが大事なので、まあやっぱ管理費の重たさがですね、毎月の支払いには影響してきてしまうので、まあそこはやっぱり大規模マンション、中規模マンションの方がこう強いなっていうところでありますけども、まあ小規模マンションだからこそのこの外観のこだわりようだったりとか、まあ、静かに暮らせるっていうところですね。そこをですね、気に入る方にとってはいいのか。だから本当、戸建て志向なんだけども、マンションの利便性は譲れないみたいな人にこう、会ってきますね。ということで、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。今回公開した記事ですね、動画の概要欄に貼っ付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。いい出物に出会いました。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。